一方、国内4種類目となるノババックス製ワクチンは、2ヶ月前から県内で接種が始まり、昨日までに900人以上が接種をしています。県が先月、接種者に実施した副反応についてのアンケートでは、回答があった170人のうちおよそ6割が副反応があったと答えました。主な症状は接種部位の痛みや倦怠感、発熱などで、80% が3日以内に症状が軽くなったと答えています。回答があった170人のうち121人は3回目として接種しています。副反応について1回目、2回目と比較すると 76.9% がかなり軽い、9.1% がやや軽いと答え、合わせて 86% が副反応が軽いと回答しました。県は個人差はあるものの、副反応が心配な人は、この結果を参考に接種を検討してほしいと、アンケート結果をホームページで公開しています。ノババックスワクチンの予約は市町村によって異なるため、県の健康対策課のホームページで確認してください。なお、高知市はまだ予約に十分空きがあるということです。